どうもこんばんは、加瀬いつけです。今日は2022年のですね、7月の6日、夜のですね9時7分にお届けしております。今日は水曜日ですから、一応金曜日にお送りする動画用でですね撮ってはいるんですけど、水曜日なんで、本当に普通の平日の夜ですね。7月の6日ということで、あと7、8、9、3日間で、選挙活動が終了ということになります。で、10日はもう選挙活動そのものはできませんので、あと実質今日合わせて6、7、8、9、4日間ですね。これで、参議院選挙のすべての日程がもう終わると、選挙活動の日程が終わりというところでですね、お話しさせていただいております。今週に入ってからはもう動画も出していないので、もういよいよですね、もう私ができることはもうほぼ何もないというぐらいに、そうは思っていますけども、今日はですね、金曜日に上げるために、だから金曜日ですから8ですね、8日の日に上げるための動画ということで、何を話そうかなというか、いろいろ話したいことはあるんですけど、本当に最後の締めくくりというような形でですね、金曜日出して、で土曜日にですね、最後の最後の総括ということでお話をして、でそして10日に選挙のお疲れ様という形で一つ動画を出して、それで私なりのですね参議院選挙の全日程を終了という形にしようかなと考えております。本当に最後、もう今日話していく内容はですね、私が今思っていることをただ話すだけっていう、そんなぐらいにしようかなと思っています。実はですね、今日ちょっと酒を飲んでいて、たまたまなんですけど、先輩に酒をプレゼントしようと思ってて、ちょっとおすすめの酒をちょっと買ってみました。ロッコンとかいう酒なんで、酒はなんか YouTube NG らしいんですけどね、日本酒なんですけど、弘前のお酒ですね、青森県の弘前市のお酒ということで、甘い酒が好きなんで、甘い日本酒ということでちょっと買ってみたらですね、なかなか美味しくて、で一昨日開けたんですけど、冷蔵庫に冷やしながら少しずつ飲んでて、でなかなか美味しいです。やっぱり日本酒もですね、安いやつはですね、はっきり言って別にそんな飲みたいとは思わないんですけど、ちょっと高いんですよ。この瓶で2000円するんで、ちょっと高いぐらいなんですけど、すごく美味しいです。たまに飲みたくなるっていう、普段酒は飲まないんですけど、今日はですねちょっとたまたまプレゼント用で買ってみて、ちょっと飲んでみたらなかなか美味しいと、なんか顔もなんか非常にテカテカしてるような気がするんですが、それは部屋が暑いからだと思うんですけど、今日はもうとにかく雑談に付き合ってくださいという感じですね。振り返りも兼ねてですねやっていこうかなと、もうとにかく今思っていることを喋ろうぐらいで、最後ですねお話ししていこうかなと思います。で、この選挙の日程についてですね、振り返って今思っているのはですね、とにかく5月の時点で、参政党という党を見つけて、で良かったなと思いました。YouTube のおすすめに上がってきてたんで、知るのはもう必然だったとは思うんですけど、もっと早くに知れていればなというところはやっぱり結構ありますね。今になってですねメディアが取り沙汰したりとか、有名な記者とかがですね、取り上げたとか、そういう話が今になってようやく出てきましたけど、それって本当はおかしいんですよね、実際はですね。そのあたりもちょっとぜひお話ししたいかなと思っておりますけど、もし私がですね、3月とか2月とかぐらいの段階で見つけていたら、多分ずっとこれを取り上げていたなと思ってるんですよね。だからこんなにすごい党が、もし2月の段階で知っていればですね、2月の段階で分かってたら、多分私がずっと何ヶ月か追いかけてたと思うんですよ。この人はこういう考え方を持っていて、こういうことを言ってるんじゃないかって思ってますとか、解説したりとかですね。で、もしこの人たちが、もし世に出て選挙に出るようなことがあれば、日本は必ずひっくり返るぞと、そういったことを言ってたと思います。でも5月ですからね、見つけたのが5月で、おすすめに上がってきて5月で、で、それから1ヶ月間、よくやってきたかなとは思います。私もですね、仕事をしながら、仕事中にも結構選挙の動画のことを考えたりとかもしてたことはありますけど、でも基本的には仕事は仕事でずっとやっていましたし、で、仕事をして帰ってきてから動画を編集して、撮って、
で編集してアップしてっていうのは結構大変でした。本当にどうでしょうね、1ヶ月間だったからできたって思ってます。でもし2月とかからだったらもう少し計画立てて自分の生活の中に上手に組み込んでっていうのができたんですけど、もう1ヶ月でやれることをやるしかないっていう、まあ私は私でですね、それなりに追い込まれた気分で、だから少しでもこう、まあとにかくもう広報しないことにはですね、何にも始まらない。どんなに素晴らしい考え方を持って、どんなに素晴らしい思想を持っていても、広報して皆さん の, 目と耳に届かなければですね、何にも意味がないってなってしまうので、まあ本当なんとかこう露出することが大事だと思っていました。で特に、まあ、5月の段階でですね、まあ、まだその盤石ではなかったと思います。盤石ではなかった状態だったので、なんとかですね、選挙に出さえすれば、まあ、一人でも通ればですね、日本は変わるって、まあ、言ってましたからね、その時に。だから一人でもいれば日本は変わるんだっていう、そういうなんかこう望みにかけるっていうその段階だったので、これはなんとかこの人たちをですね、本当に国政に送り出して、で国政の中でですね、この人たちに喋ってもらいたいっていう、そんな気持ちでした。まあ、本当それが5月の段階で、6月の終わり頃にはですね、その時の倍に党員がなって、でお金も目標額は3億円って言ってたのが今や5億ですからね、5億円のお金を集めて、そしてもう、まあ、テレビにも取り上げられて、記者にもですね、有名な方が取材をしてってなってると。まあでもですね、皆さんにここで本当に許してはいけないことだと思うんですよ。まあ、メディアという存在がですね、本当に日本を良くしようっていう気持ちがあったらですね、まあそれもそのジャーナリズムですからね、ジャーナリズムが日本を良くしようっていう気持ちがあったんであればですね、まあ当然ですけど、そこにアンテナを立てているはずですから、そのアンテナをしっかりですね、拾い上げて、でもし自分の上司がですね、ゴーサイン出さないんであれば、もう辞表を突きつけてでもですね、その映像を届けるんだっていうことをすればですね、もっと早くにこの党は広がってたんですよね。だからそういう人が一人でもいなかったのかなと思うと、なんかこう残念でならないというか、だから選挙前1週間ですよ、今。選挙前1週間になってようやくメディアがテレビでなんとか、しかも党費から1億円ぐらい払ってるんですよ、お金を。だから1億円を払ってその対価として今報道してるぐらいのレベルになってるんですよね。で、そうではなくて、本当に日本のために国益を考えて仕事をしているジャーナリズムの持ち主の人であればですね、もう自分の生活はもうどうなってもいいから、とにかくこの人たちを前面に広告打ちたいっていう気持ちになる人がですね、一人でもいればですね、もっと参政党の今の取り上げ方とかは全く違ったものになっていたでしょうし、もう今更ですね、そんな人たちがいるんだっていうふうに国民が気づき出すんではなくてですね、本当の意味で参政党の人たち、この選挙活動を通して伝えたかったことをですね、もっとたくさんの人の耳に届けることが本当はできたはずなんですよ。だからそれがジャーナリズムっていうのが日本の中で本当にもう根絶してたんじゃないかなと思ってしまうぐらい残念な出来事ではあります。だからまあ私も5月に初めて知って、そして1ヶ月間、まあ私のできることをしてきたつもりなんですが、私自身はですね、もう本当に十二分やったと思ってます。自分で自分を褒めてあげたいというぐらいの、まあこれ以上のことはできなかったと思っています。まあやっぱ仕事をしながらですね、片手まで YouTube やってきた私としてはですね、まあまあ最大限のことをやってきたつもりです。で、その自分の職を閉じてですね、一生懸命ジャーナリズムの最先端にいた、特にテレビの報道局の人たちとかはですね、まあ日本を良くしようとか、その自分のその仕事にそのプライドを持っているとか、なんかそういう感覚がなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、そう言われても仕方がないぐらいの結果なんですよ。まあその、なんというか、バラエティにいる人たちとかは別にその自分の使命で日本を良くしようとか思わなくていいってわけではないと思うんですけど、そのバラエティの使命って何なのかなっていうと、やっぱり国民にその笑顔を届けるとか、国民の人たちの少しでもこう生活をこうに花を添えるとか、多分そういう使命を持ってバラエティ番組とかを作っているはずなんで、まあお金を儲けるっていうのはそれはもちろんあるでしょうけど、それ以上にやっぱり自分の仕事の信念っていうのがですね、
っぱりこう国民にとってのプラスの何かをもたらすっていうのは絶対どっかあるはずなんですよね。だからそういう意味でも、まあ、今のこの世の中を作り上げてしまってるわけですからね、そういう本当にこの今のこの世の中がなぜこんなことになってるかという、まあ、原因とか理由とかは別にしても、やっぱり国民の人たちの笑顔が失われているわけですから、そこにやっぱりこう自分の番組を見てもらって、それによって人々が笑顔になったらいいなとか、そういう思いって多分持ってたはずなんですよね。だけどまあそういう人たちの力だけではどうしようもできないと思うんですよ。日本の国を良くしようとかは、そのバラエティ番組をお送りするだけでは足りないはずなんですよね。でその他いろんなその広報する中でですね、だから日本のために少しでも良くなるものをこう見つけようとか、その日本の人たちに欲しいと思うものを届けようとか、日本の人たちのために何か自分ができることはないんじゃ ないのかなとか、そういう思いに少しでもなればですね、今国を本当に良くしようと思っている人たちを何らかの形でも知らせることってできたんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、例えば私みたいにこう土木の技術関係の仕事をしていたらですね、その大多数の国民の人たちに笑顔を届けるとか、そのプラスの情報をもたらすとかいうことは不可能なんですよね。せいぜい一地域の人たち、一地域の人のためだけにですね、何らかプラスになることっていうぐらいのことはできるとしても、この1ヶ月2ヶ月ぐらいの間だったら特にそうなんですけど、できることって非常に少ないんですよね。だけど、まあ、私はたまたま YouTube っていうそういう広告媒体をも、あの広告手段を持っていたので、こうして話をして、で皆さんにもたくさんの人に見てもらうこともできて、それはまあ私としては非常に良かったと思いますけど、やっぱり私が日頃の仕事をする中でですね、会社から一歩も出ないっていう時間が非常に長いので、その人たちにその世の中を良くしようとかいうことができようはずもないんですよ。ところがそのメディアに関わってる人たちっていうのは、本当に国民に笑顔を届けるとか、国民に有益な情報を与えることっていうのがずっとできてたはずなんですよね。で、それをですね、今振り返ってみると、国民にメディアの人たちは何を伝えていたのかという話になるんですよね。だからメディアの人たちはもちろん広告料をもらって、それで飯を食ってるわけですから、その広告料をもらうのは、まあスポンサーがいるのはですね、それはまあそうかもしれない。だけど、そのメディアでその働いている人たちの信念たるや、その何だったのかなっていう話になってくると思うんですよ。まあ、その参政党という人たちが本物であるということは、まあ、少なくとも私にはもう ずいぶんしっかり理解は及んでいたので、この人たちを少しでもこう広告して、少しでもいい方向に向けて何らかできればなと思って、自分の生活の半分をここに捧げてきたという思いがあるんですね。ところが自分の仕事を使命としておきながらですね、日本の国民のために何かできることがある立場であったにもかかわらず、やっぱりそういうことをですね、逆行してきた人たちっていうのは、まあ何のためにそこにいたのかなということになるんじゃないかなと思うんですね。で、それはもう私の思ったところというか、正直思うところで、正直ですね、もしそのメディアに携わる、広報に携わる人が、もう日本の国益のためにと思って、ちょっとでも自分の仕事に使命を持ってですね、こういう本物の人たちがいるんですよっていうスクープを取り上げてくれればですね、多分参政党の候補者45人の本当に命を投げ出して選挙に出たこの功労者の人たちにもっと貢献できたと思うんですね。だからまあ私としてはちょっと今話してて思うんですけど、あの参政党が本当最初の泡沫候補で一人でも通ればなっていう状況から、もうこれはもう盤石勝ちだなって私が、まあ、今すでに思ってるんですけど、ここまでの支持を集めて、ここまで候補が広がった参政党がそこまでいったわけっていうのはですね、私が思うには、まあ、ターニングポイントだと思うのはですね、やっぱり候補者45人立ったっていうところだと思うんですよ。45人の候補者が全区に立ったっていうのは、これはもう奇跡なんですよね、本当に。だからまあ神谷さんも相当苦心されてたみたいですけどね、まあ、かなり苦肉の策的にですね、もう本当に裏技を使って45人立てたようなところも多分あると思うんですけど、まあもちろんその他にも候補者のその予定の方はいたとは思うんですけどね、ただでもそれでもギリギリの45人だったと思うんですよね。
だからまあちょうど私がその対談を神谷さんと対談した時に、もうなんとか東京どうにかしたいとか、あとなんとかあと何区で建てたいっていう話をしてたんですけど、相当必死だったんですよ。もう何人の人に電話をしても断られて、で建つっていう約束した人もですね、保護にされたりとかして、でも多分相当苦労されてます。で、まあ、私がですね、45人っていう言ってるのはですね、やっぱりこう歴史に見ない数なんですよね、この全区っていうのがですね。で、これは本物ではないかなと思わせるに足る、まあ、あの候補者45人だったと思います。ですから、まあ、本当にですね、この人たちはこの選挙を間違いないなっていうか、そのこの人たちの覚悟は本物だなって思わせるに一番効果的だったのは、やっぱり全区に候補者立てたということだと思います。で、それがどれだけのお金を用意したのかとか、どれだけの人が支持をしてくれてるのかとか、どれだけのですね、思いが集まっているのかっていうのが、その数から伝わってくるんですよね。だから44だったら足りなかったと思うんですよ。1区ダメでしたってなるんじゃなくて、全区に立てましたっていうのがですね、それもギリギリなんとか間に合って全区に候補者を立てたというのが、まあ、私は多分本当に一番のことだったんじゃないかと思うんですね。だから私としてはですね、45人、まあ5名の方はもちろん、5連者の方はもちろんながらですね、受かると思うんですけど、45人の方をですね、全員通してあげたいなっていう気持ちは強いんですよ。で、まあ、別の動画でも言ってますけど、もし、まあ、今回45人っていうのはやっぱちょっと現実的じゃないので、まあ、厳しいかなと思うんですけど、でも、この決闘の段階で、まあ、今回の初のですね、国政選挙の段階で、まあ、残念ながら落選したとしてもですね、どっか別の、また、政治の道をですね、志して、そちらに行ってもいいと思いますし、まあそれでなくてですね、また自分の別の道を全うされても、まあ今回のこの45人の中に、出られた方というのはですね、もう本当に日本全国にですね、希望を与えた希望の人になったと思います。本当に夢をいただきましたと言いたいところなんですよね。だからこの人たちが本気で自分の人生を本当に捧げてですね、候補者になられたっていうことが、まあ、私としては本当に尊いことだと思うんですよね。だから選挙はもう10日で終わりですけども、この人たちの志っていうのはもう本当にずっと忘れないでほしいかなと思います。もう皆さん絶対忘れないでほしいんですよ。まあ間違いなく参政党で日本が変わるんですけど、その日本を変わる本当に礎になった人たちっていうのがこの45人の候補者だと私は思いますので、それだけは絶対に忘れないでほしいと思います。そしてこの人たちをもっと早くに広報していればですね、この人たちが、まあ、もう少し、楽に選挙を戦うことができたんじゃないかなと思うし、この人たちをですね、もっと多くの人たちが見ることができたと思うんですよ。そして本当に国のためにですね、自分の身を投げ出してここにやってきたっていう、そういう勇姿をですね、もっと多くの人に見てもらうことができたんだと思うんですよね。だからまあ私としてはですね、もう私はもう一人一票の一件しか持っていませんから、まあその一件をですね、この候補者の方と、そして参政党に捧げたいと思います。もうたった小さな一個なんですけどね。でもそれでも、まあ、この人たちがここにいたことっていう、その価値の大きさと、そしてまあこの人たちをですね、ずっと無視し続けたメディアの罪というのをですね、しっかり皆さんもまあ心に焼き付けてほしいかなと思います。ちょっとまあ今日はちょっと酒を飲んでいて、ちょっとぐだぐだ管を撒いてしまいましたけどね。まあでも私としてはもうあと1日、動画を出してで終わりかなと思っています。はい、ということで、まあ、今回の動画はもうこの辺りにしようかなと思います。まあ本当先ほど言ってます、この参政党の、まあ私はもう勝利だと思ってるんですけど、この参政党の勝利のキーワードは45人の候補者、もうこれに尽きると思います。神谷さんもすごいです。で、武田先生も吉林さんも松田先生も赤尾さんも本当にすごい人でした。まあ最初に私は見くびっていましたけどね、本当に、取材して訂正したいと思います。この5人の方は本当にすごかった。
まあ、見くびってはないんですけど、本当にすごい人たちだったんだということがよくよく分かりましたし、そして、集まった45名の候補者の方々に本当に感謝申し上げて、この動画を締めたいと思います。それではまだ選挙終わってません。なのでまあ少しでもですね、多くの人に伝えていただいて、参政党のことを伝えていただいて、で、一人でも多くの方と一緒にですね、勝利を喜びたいなと思っております。ということで以上になります。それではご視聴ありがとうございました。